銀杏治療院の稲増です。梅干しのお話なんですけど、梅干しはまず三合塩でしっかりお塩を効かせて梅酢を出して、昔からこれで薬効が出るんだというふうに言われております。まあこうやって塩すごいでしょ、こう塩が結晶してるんですけど、実はこの塩食べるわけじゃありませんから、例えば梅干しとして食べたい時この塩を全部払いのわけで、お湯かなんかで洗い流してもらえばいいわけですね。で今からやろうというのは、黒焼きです。これ黒焼きの研究といって大正10年に発行された本なんですけど、こんな本ですね。谷口書店が復刻版をこう出しております。まあこのやり方で、黒焼きを作るんですけど、まあ黒焼きというのは炭ですね、炭にするわけです。ということはミネラルを補給するということで、梅干しはマグネシウムとかマンガンとかこの微量ミネラルたくさん含んでる、ものなんで、非常に薬効が高いと、土から梅という木は、そういうミネラルをどんどんこう取っていく力が強いんですね。ですから今年は 梅がなったけど、去年はならなかったとか来年はっていうふうにこう1年おきだったり、よくなる年とならない年っていうのがあるのは、もう土地にもう栄養成分なくなったわけですね。だからできない。これを研究された、熊本の中島とども先生、ミネラルの研究者なんですけどいらっしゃいまして、あ、だったら土の中にミネラルをいっぱい入れてやったら梅干しは毎年梅はできるんじゃないかと、これをやった研究された方がいらっしゃいまして、実にいい梅が毎年取れるようになりました。そういう梅を使いまして、これそういう梅なんですけど、使いまして黒焼きをやるんですけど、ここに、一つお鍋があります。これはセラミック鍋で、空炊きをしても割れないんですね。空炊きをしてお水をジャッと入れても、割れません。ぶつけるとこうやって割れますけど、この中に梅干しを、塩気を取ってですね、中に入れます。そして、コンロで、約1時間ぐらい、蒸し焼きというかするんですけど、そうすると、蒸気みたいなのが最初はね、この水分が飛ぶんで出てきます。それからあと2時間ぐらいそのまんま、火にかけておくと、火は中火以下で大丈夫なんですけど、だんだん炭になります。真っ黒い梅干しの炭ができるんですね。で、あと冷やしてそれを取り出して、ですね、ちっちゃいミキサーに、入れて粉にすることもできるんですけど、ない時にはすり鉢でゴリゴリ吸ってください。これを耳かきに1杯から5杯ぐらい入れて、くず湯、くず粉を入れてね、お水を入れて、で片手鍋でこうちょこちょこ混ぜていただくんですね。でくず湯にして、心臓の悪い人とか腸の悪い人に、食べていただく、特にマグネシウムで血管開くという効果もありますので、いい梅干しだったら非常に、即効性があるいいお薬になります。黒焼きというやり方がありますので、私もたくさん作って、飲ませてみましたら、これでとても心臓の具合が楽になって、特にこれが夏ですね、楽に過ごすことができたという人もいらっしゃいます。ちょっと手間かかりますけど、黒焼き作ってみてください。